皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学1日5問問題練習の45日目です。では問題を見ていきます。括弧1、次の計算をしましょう。丸1、28割る括弧マイナス2括弧の2乗と、ね、こういう場合はこの累乗の部分を先に計算します。28割るマイナス2括弧の2乗なのでマイナス2かけるマイナス2、正の数になって4ですね。28割る4を計算すればいいんですね。そうすると7、これが答えです。丸に x かける y 割る z、 この場合は xy 割る z、 このようにして割る数が分母、割られる数は分子に来て z 分の xy、 こうなりますね。括弧2、 a イコールマイナス2、 b イコール3の時、3a プラス b の式の値を求めましょうと、こういう問題です、ね、3a プラス b というのは 3×a 足す b、 こういう意味ですね。で、この a の部分と b の部分にマイナス2と3を、代入すればいいんです。ということは 3×a はマイナス2ですね。マイナス2足す b は3です。と、 3× マイナス2はマイナス6足す3となって答えはマイナス3と、ね、式の値はマイナス3と、このように計算することができます。括弧3です。次の式の項と係数を求めましょう。項というのは、式を足し算にした時のここの部分ですね。もうこれはすでに足し算になっているのでそのまま書きます。項は3分の x と8、こうなりますね。そして係数、係数というのは文字の前についている数字の部分のことでした。文字が入っている項はこの3分の x ですね。じゃあ3分のだけがこれ係数になるかと思っちゃうんですけど違いますね。この x の前にはこれ1が隠れていますから3分のこれ 1×x の意味になっていまして、つまり書き直すと3分の 1x と、ね、ここの部分とこう考えることができるので、これ x の係数は分数の3分の1と、このようになります、ね、分数の場合の考え方ここで覚えておいてください。括弧4番です。次の計算をしましょう。文字式の足し算初めて出てきますね。丸1、A 足す 5A、 これは文字が同じものはまとめることができます。これは A が1個あってその後ろに A が5個あるという意味なので A は1足す5個ある、こうなって 6A と、このようになります。丸に 2X-X、 これは後ろの場合、この x の前にはマイナス1が隠れていますから、2-1、そして x となって、これ 1x ですけれど、1は書かないので、x がこの計算の答えになります。括弧5番です。英語のテストで男子12人の平均が A 点。女子11人の平均が B 点でした。この時クラス全体の平均点を求めましょうと、ね、平均点というのは全部合計してそれを人数で割ったものでしたね。ここでは男子が10人、女子が11人いますので
クラス全体では12たす11で23人いることになります。ですから全員の点数を合計して23で割ればいいんですけれど、じゃあその合計はどう出したらいいか考えてみると、まず男子ね、これ平均点が A 点で男子12人いますね。この平均の A 点というのは男子の合計を12人で割ったものですから、男子の合計は A 点を12倍すればいいんですね。男子ね、A かける12、つまり 12A 点というのが男子の合計点です。そして女子、女子は11人いて平均が B 点ですからね、合計点を11で割ったら B になったということなので、女子の合計点はね、B 点を11倍すればいいんですから、 B かける11で 11B ということになりますね。 11B 点が女子の合計点です。そして男子と女子の合計点を合わせてクラスの人数で割ります。男子は 12A 点ですね、女子は合計が 11B 点ですね。これを足し算して人数ね、全部で12たす11で23人で割ります。そうすると23分の 12A たす 11B、 このような式になりますね。これがクラス全体の平均点になります。ですから答えは23分の 12A たす 11B かっこして点と、このように求められるわけです。よろしいでしょうか。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。